バスパンチセカンド、はい、ポリちゃん頑張ろう。タナピーのリードは見てみる。チャレンジする男がいる、そこに沢がある限り。なかなかねえよな、この明るいゴルジュ。あ、まあちょっと浅いけども、ゴルジュとしてはショルダーで。最初ガッチャンじゃん、ガッチャンのモモか、なんか勝手の線で回って、足兄貴の足をぐるっと回って、あるかな。あ、あったあったあった、これ最後、あ、アブミツクって足。そこから小さい一本出して。ちょっと待ってよ。ちょっと待って待って待って。一回降りて、一回降りて。こっから、こっからもう足入れて、上がれる。足がどうしたいんこれ。ちょっと待って待って、もう無理やで。足がないやん。足がない。うん、もう一発アブミ作らんと、もう右足プランプランやねん。どうやって上がったん、シーさん。これなんかこっち左側になんか。いや、ないな。ちょっと広いな。そう、じゃあ、あ、足が欲しいね。こいつに足かける。あ、こいつに足がかけたい。うん、もう左足も限界やわ。一回降りるわ。切れてないの。あんたバック、バック。どこどこ？肩車。肩車するわ。はい、乗っ来て。ここ負けるけどね。いんの。せーの、よいしょ。せーの、よいしょ。俺を肩車しろって無理やろ。システムの上にシステムが上書きされ、もう訳わからんくなった。
ビナはブランブランしとるし、それ以上めちゃくちゃやで。右足手で持ってからな。右足で立ち込んだ後、左足。はい、回収。回収。何これ。どうなってんのこれ。細かいやつが役に立った。めっちゃ疲れた、今。おっすぐなんかはそこ行ってどう行くつもり、シンさん。いや、こっちはトラバース、最後トラバースやろ、あれ。あれ怖いな。おこうだな、ここビューってで、こう行ってで、こう幼稚口までトラバース。いや、これは階段やな、これも。ロープは出そうか、出そうかな、なメッシー、ガンバー動いてるわ。めっちゃ動いてたわ。取るとこないやん。ビレー会場。いっぱい。久々に大ボケかましとる。オッケー、いいぞー。ガチャン、ちょっと張り気味にしとって、ここ。ちょっとだけ外に乗り出さないか。微妙やな、あれは。あれ微妙。なんかノーロープでもさ、ギリいけそうやけどさ、逆そうやねん。でプロテクションはなんか取りにくそうやから。そ多分巻くとしたらその上やろうな。はい、お疲れ。多分この上やと思う。え、なんか微妙にさ、ノーロープでもいけそうな感じやね、左が。ただ逆走やからさ、ちょっともう怖いしさ、プロテクションが取れなさそうやから、もう巻こう。ただでも巻き道さ、それた、これそれてるよな、巻き道。あの、いや、こんだけさ、有名な沢やからさ、絶対踏まれてるはずやねやん。ちょっと戻った方がいいかな。ガチャン、踏み跡ではないねんな。あの、沢っぽくなったじゃんね、ちょっと。じゃあ、ミッシー、やっぱもう、このままガチャンの方向行こうか。なんか、下んのも危ないやろ、これ。まあ、下ることもないけど、まあ。ガチャン、そのままさ、ちょっと左、トラバース気味にさ、行こうか。この先ちょっとね、水を引っ張るんだよ、小沢の。ああ、まあまあええよ、行こうか。まあもうだいぶ上がりすぎは上がりすぎやけど、
どっちにしてももう道見失ってるからさ、もう歩きやすいとこ行って適当で懸垂でも何でもして。さあ俺たちはどこへ行き着くのか。でもあれ、雨滝ばっかりだからな、あれ登っていけんじゃん全部。いけるだろうな。なあ、なんかもうだいぶ離れすぎてるからどう行くかやな。沢があるからさ、これ行きやすい言うたらもうなんぼでも上行ってまうもんな。かっちゃん、これな、もうなんぼ行ってももう沢やから、これ登りやすいからさ、いつまででも上行ってまうからタイミングはないで、多分もう入ってまえ。あが、どんどん上行ってまう、あいつ。かっちゃん、そろそろだ。うん、ちょっと上げすぎたね。ん、ちょっと上げすぎちゃった。おう、まあこっからあれだ、まあペラバスあれだ、左流してった方が楽だ。うん、そうやな、その感じで多分もう本流に戻ったらいいと思う。うん、もうちょっとちょっと答え出るな。うんね、うん、いや巻き道がわからんかったわ。うん、うん、位置的にはバッチリやね、そこ滝やからさ。再開や。お助けロープやろあれ、あそこツルンって行ったらこっちバーン行くで。うん、出そう、もうせっかくやからもうパッと行くわ俺。ビレイ解除。解除。オッケー。よっこいしょ、よう滝だ。はい、こんなとこ登ってます。はい、あんと、続くね。続く。クスルの出番だぜ。どういうこと？水かけ。ひどい。顔面に、あの顔面を狙ってるからな俺ら。しかもさ、ちゃんとうまいんだよ。
風呂場で練習してるだろ。あ、昔から料理。あ、はいはいはい。目に入った。入った。うん、行こうよ。よいしょ。ああ、左左左左左左、このままいってみよう。F34 ぐらい。どう？オッケー。まあ時期切るけどね。ああ、いいよ。おい、こう気持ち悪いな、めっちゃ。ありそうでない。あんが、そこで草掴んだ。草掴んだ。まだまだ続くよ、滝滝よか。あこの一歩めちゃ怖かったわ。藤本ちゃんの顔になってる。ほんまや。あ、気持ちいい。よっ、よいしょ。せーの。怖いやな、もう。おお。おい、行ってまう。楽しんでる？楽しんでるけど、もうしんどい。ある時も調査みたいな。こっちは、こっちに上がっていくんか。どこで行くんですかね。上上がりきっちゃう。避難小屋まで行く？うん。どうでどうした、藤本ちゃん。だいぶご機嫌斜めになってまったけ。どうしちゃった？何があった？あ、危ない危ない危ない。バカ野郎。バカ野郎って言うな。何があった？え、痛い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 。こっくず。勉強するな。いや、やっとかないと。お約束かい。1時、まあまあ、1時間半ぐらいか。え、まあ、いかんけど。6号目ここ。6号目の方が良かったな。はい、ここでお着替えタイム。6号目で会って欲しかった。4時5分。はい、どこスタート？避難小屋。もうめんどくさい。それ何避難小屋かは知らんよ。牧畑山避難です。電気スタンドなんだよ。新さんの何だっけ、日光。日光、日光キスゲだか分かんないけど、キスゲだよ、ね。うん、日光キスゲのお花畑っけ。へい、え、ちょっと9号目やん。え、何時になったいな。いやいや、降りてからの方がええんじゃん。あ、かかってきた。ここまで4時間後ぐらい、5時間か。5時間だよな。10時ぐらいじゃん。はい、ニセマキハタ山頂まで来たぜ。よいしょ、お疲れっちゅー。はい、下山だぜ。いや、ちょっと、もうちょっと遅いかもしれないんで。はい。10時って。まだ、もうそらくね。10時って言われへんね。9時は過ぎると思います。だから10時って言えっつってんね。9時は過ぎるって言ってた？うん、9時は過ぎると思いますって。多分10時も過ぎるしな、ほんで。だから俺最初から言ってて、無理やって。10時を過ぎるかもしれませんって言ってほしいわ。頑張ったら11時ぐらいに行けそうなんですけど。
ですね、すいません、ちょっと10時ぐらいになるかもしれんでして、はいはいはい、はい、あ、ちょっと今、山におるので、はい、電波つながりにくいかもしれんですけど、あ、すいません、お願いします。はい、すいません。はい、お願いします。すいません。悪いやつが、悪いやつが。せ10時って言ってたの。10時はい、おるよ。はい、おるよ。10時って。もうほんま、もう漫画みたいな会社やったで。そしたらモチベーションがいきなり、こういうことやると、わかる。おもろい。おもろいわ。はい。はい、ありがとうございます。5と割る1の真ん中ですね。はい、わかりました。あ、うん。あと明日の朝のことなんですよね。7時って言ってたな。お前らそんな遅く来てそんな早く帰って何す、どういうつもりやねんって思ってんやろな。めっちゃだるい、ほんま。あ、足がボロボロ。マジでもうきつい。きつい。マジできつい。しんどい。ああ。しんどい。しんどい。足りないよ。無理やわ、もうこれ、いや俺もう汚いわ。さっきまでは。いや、めっちゃ最高やねんで。なあ、この下山きついわ。下山っていうか、あれだけど乾いとったらまだいいかな。そう、もう粘土質がもうだるいしさ、あと1000メートル上げんのもだるい。もう最後の舐め、もうええわって思って、正直全員思ってたはずや。俺も思ってた、またかって思った。もう舐めええねん。さすが有名人だね。無理やもう俺。最後の最後でなんでやねん。え、なんで？いや。こっちにも飛んできとるって。まあもう適当でええで、ミシ。どうせガチガチャの車や。お疲れ。お疲れ。えい、お疲れ。お疲れ。エミシお疲れ。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 お疲